ちは、エソテマです。春のアオリイカ、終わってまいましたね。今シーズンの釣果は、1.9 キロが、一杯のみでございました。浜田の海に、希望をつないだのですが、今シーズンは、飽きまへんでした。そこで今回は、浜田市の手前にある増田市で、白ギス釣りをやってみました。初めて行く場所なんで、ごっつう不安です。しかも、海じゃなくて川です。と、言っても、河口なんですけどね。針を飲んでないやつは死なないのでリリース。今日は青虫を持ってきました。
2時間ちょっとの釣りでしたが、リリースを含めて40匹くらい釣れました。秋になればサイズも良くなると思うのですが、沖に出て行っちゃうかな。17センチまで26匹を持ち帰りました。今回は天ぷらで美味しくいただきました。大自然の恵みに感謝です。蒼天郷の覚醒濁り酒とマッチしてめちゃうまでした。